やっほー、こんにちは。スワシュワスです。今回はですね、僕がもともと声優志望だったっていう話をちょっとしようと思います。声優。一応昔は結構そのアニメ見てまして、まあ、いっぱい見てたっつっても、なんかその、まあ、小学生とか中学生、高校生だった頃に、その家にいる時間帯、まあ夕方とか、あとは土日の朝とかね、そういうゴールデンタイムにやってた、放送してたアニメをずっとテレビつけて見てた感じですね。まあ例えば僕の世代だとデジモンとかお邪魔女とか、その辺とか、テニスのおじさま光の子とか、金色のガッシュとか、あと何やってたっけ、ちょっといっぺんにあれと思い出せないんですけど、あとはその夕方にやってたいろいろね、いろんなアニメね、僕のあの世代の夕方テレ東とかでよくやってたいろいろ、もうこう数ちょっと切りが多すぎてちょっとあれなんですけど、まあそういうの見て、なんでしょうね、アニメの世界に結構浸ってた時期がありました。そんで、ある日ですね、おばあちゃんが実家、おばあちゃんも一緒に暮らしてるんですけど、なんかある日その新聞の端っこの広告にあった、なんか声優事務所オーディションみたいな、だってこれ受けてみなよって言われて、ちょっと言われて、ああちょっとやってみるかって試しに応募してみたら、なんか受かっちゃって、そう、それでなんかその声優の養成所に通うことになって、でそれが高校3年生の時だったんですけど、夏頃だったかな、そう、17、18歳ぐらいの頃ね。で、まあ、その、後から考えれば、その、オーディションという名の、誰でも受ければ受かるみたいな、もう行けば、参加すれば誰でも受かって、いや、要はその、養成所の、あれっすよ、養成所の、その、なんて言えばいいんでしょう、構成員というか、メンバー、生徒、養成所の生徒に誰でもなれるっていう、まあ、オーディションだったんですけどね、蓋を開ければ。それで、行きました。で、もう行っちゃっていいか。なんていう名前の場所だったかというと、東京声優プロデュース、略して TSP っていうところに通ってたんですけど、だいたい3年ぐらいかな ?3 年強ぐらいかな通ってたんですけど、で、まあ最初に入所金を16万ぐらい払って、で、そっからは、ま、毎月月謝1万7000円を払えば、まあ、ずっと通い続けられるっていう感じでやってたんですけど、最初の1年目は、研修生だったかな、研修生っていうクラスに入れられて、で、毎年1回なんかその進級テストみたいなのがあって、で、それに通れば、プロ専科っていう、ちょっと、まあ、本格的っていうか、より厳しいクラスに上がれる、昇格できるんですけど、それ、もしそれに進級テストに受からなかったら、そっからは、なんだっけ、専科クラス、専門の専に、教科書の科で、専科クラスっていうのに入れられて、で、それ以降はずっと、プロ専科に行けなかったら、ずっとその専科クラスで、ずっとレッスンを受けるみたいな感じだったんですけど、で、レッスン内容は、まあ、基本的な発声練習、から入り、あ、それこそ、ういろうりとかね。まあ、もうか、日本語の、とにかく日本語の滑舌とか、なんかその、なんだろう、例えば詩とか朗読、なんか朗読する系とか、あとなんか簡単な男女のなんか、やりとり、その紙一枚ぐらいの、それを、毎回違った台本をみんなで、ね、読み合わせっていうか、ちょっとこうやってみましょう、みたいな。そういう感じだったんですけど、レッスン時間どのくらいだったか、2時間ぐらいだったかな、2時間半だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、だいたいそれ。で、毎週日曜日でした。毎週日曜日で、2時間半。で、僕は、どんぐらいかかったかな、自分の家から。結構、東京だったんで、1時間半ぐらいかかったかな、もうちょっとかかったかもしれない。うん。そう、小伝馬町っていうところ、日本橋ですかね。そう、もうなんかね、東京のど真ん中みたいな場所だったんですけど、秋葉原とか神田とかあの辺のとこですね、小伝馬町で通ってて、そうそう、で、なんか先生もその
そのとあるアニメの何々の役に出演した人とか、うん、そんな感じの人たちだったんですけど、まあでもそれでもね、なんでしょう、だんだんそのレッスンを受けてるうちに、まあもちろんこうやって今みたいにね、割とハキハキこう喋れてるじゃないですか。それはこの声優事務所でそのレッスンを受けたからこそ、でこう今のね、このハキハキした声とか、ちょっとした演技ができるようになったのも、そこの養成所に通ってたからっていうのおかげもあって、ちゃんとその身になってる、自分のその大人になってからのちゃんと能力スキルがついてるんですけど、なんかその通ってるうちにちょっと、なんかずっとここにいても俺成長しない気がするなっていうか、あ、それそもそも俺声優向いてない気がするなってなんとなく感じ始めてきて、うん、っていうのもですね、なんだろうな、なんかもう自分からの熱意とか、本当に地を張ってでも泥をすすってでも声優になりたいんだみたいな、それぐらいの意志を見せないと多分そのプロに上がらせてもらえないみたいな、そういう世界だったし、で俺はその頃まだ二十歳前くらいの年齢だったんで、なんとなくそのほら養成所に通ってるだけで声優になれるでしょうぐらいの、な、すごい、あの、なんでしょうな。まあ、舐めてたんですよ。要は舐めてたんですよ。で、それで、なかなかその、声優になれなくて、あ、なんか俺向いてないかも、みたいな。あ、こんなに、なんでしょうね。その、そもそも声優の演技とか技術よりも、なんでしょう、社交性とか、挨拶とか、コミュ力とか、あと、媚びを売る、自分の営業力とか、スキル、トークスキルとか、そっちの方がなんかすごい大事、てか重視されてるのかな、みたいな、ちょっと思う、なんとなく感じ始めてきて、あ、これ向いてねえわ、つって。そう。で、ある日突然俺は、ある日突然私は蒸発というか、行かなくなりました。そう。なんかその、事務所の人から電話かかってきたけど、それも無視して、なんか急に行きたくなくなって、はい。ある日突然行かなくなってしまいました。それが大学3、4年ぐらいの時かな。大学3、4年。そう、大学通いながら、毎週日曜日声優の養成所も行ってたから、結構きつかったんですよね。親にも車で送ってもらってたし、たまにね。うん。自転車で通うのも結構、自転車で駅まで35分くらいだったし、それも結構きつかったけど、でも頑張って4年間大学通ったし、養成所も行ったから、ねえ。どんなのやったっけな。あとなんか通販番組、なんだっけ。通販番組のなんか、そのゴミが取れる、モップじゃねえや。なんかそういうクイックルワイパーみたいな、あれの通販番組用の、その、ナレーター、スイブルスイーパー G2! みたいな。あれ、そういうのもなんかやった気がする。そのテレビが、そのレッスンのその部屋、ルームに、レッスン室になんかそのテレビが置いてあるんですけど、それに、で、その映像を流しながら、こう、自分がね、当てれこしていくみたいな、そういう授業もあったかな。あとは、洋画の吹き替えとかもちょっとやった記憶がある。まあでもなんか、基本的にはなんかその、舞台系の台本を読んで、でなんかその、ちょっと動きつけながらやるみたいな、結構舞台俳優っぽい演技指導が多くて、で、実際になんかその、TSP に通ってる人たちは、だんだんその声優じゃなくて舞台俳優、舞台の方に行く人が多いよってなんか話も聞いて、ああ、でも確かに舞台の演技って楽しいもんなーってちょっとね、思ったんですよね。そういう風に結構変わっていく人が多いなって、な感じで。まあ、要は声優の世界はね、今でも変わってない。俺が通ってた頃は2008年とか2009年、そう、そのぐらいだったんですけど、もうその頃から、もう生徒が多すぎる、声優志望が多すぎる。で、人気声優になるには狭き門で、大体の人はアルバイトで食いつなぎながら声優の仕事をもらってるとか、もうそういう、昔からそういう世界だったんですよ。だから、本当に一握りしか、やっぱプロになれなくて。で、その、俺と同じクラスにいた人が、今でもそのプロの声優として活躍してるんですけど、あーすげーなーって、この人はもう胸、その昔から厳しさとか、何が必要かとか分かってて、で、それでここまで上り詰めたんだなって、ほんと、すげーなーって、あーもうなんか、早いうちからそういうこと、大事なことに気づいてて、すげーなって思ったんですよね。で、
そうそう。で、今俺、YouTuber としてね、活動してますけど、で、ちょっと思ったのが、別になんでしょう、どっか事務所に所属してる、あの、プロの声優じゃなくたって、あの、自分で名乗っちゃえばいいじゃんって。俺は、その、音楽家であり、歌い手であり、ちょっと声優っぽいこともやってます、みたいな。そういう、ね、自分で名乗ったもん勝ちだなと思って、最近は。うん。別に、ね、プロじゃなくたって、どっかの事務所に所属してなくたって、ね、声優名乗ってもいいじゃんって。で、俺ちょいちょいなんか演技っぽいこともやってるじゃないですか。なんかその、マックおごるよーとかさ、モバイルオーダーしよっとみたいな。そういうこともやってるじゃないですか。だから俺十分自分で名乗っちゃっていいかなって。おとやこ、おびわこ、みたいにね、結構できるから。名乗ってもんがちーって思って。で、自分で名乗ってればさ、そのうちなんか、どっかなんかで出演させてもらえるかもしれないじゃないですか。ま、そもっと俺が有名になって、あの、名前がもっとさ、知れ渡って、知名度が上がったら、そのネームバリューを使って、なんかに出演、ね、させてもらえるかもしれないじゃないですか。だから、もうこれからは、自分で名乗っていきましょう。自分からね、あ、俺、やってます、みたいな。声優っぽいことやってます。ナレーターとかやってます、みたいな。名乗ったもん勝ちだと思います。皆さん。その方が早いんじゃないですかね。じゃあ、そしたらもう俺、あ、声優だ。わあ、叶った。夢叶った。って感じじゃん。歌手になりたいっつってもさ、あの、もう俺 YouTube で歌の活動してるから、じゃあ俺歌手じゃんってね、話じゃないですか。だから皆さん、ね、何かになりたいって思ったら、もう、名乗っちゃえばいいと思います。はい。何々です。私は何々ですって。名乗っちゃえばいいと思います。そんな感じです。はい。にゃんにゃんです。あとなんか、話すことあったかな。な感じかな。うん。まあでもとりあえず、声優養成所で学んだことはしっかり生きているという感じですね。うん。決して無駄ではなかった。うん。ちゃんとね、なんか、叫ぶ演技とかも、その養成所入るまでは全然できなかったけど、養成所入ってから、なんか、うわーとかね、結構その叫び倒す。たまにやるじゃないですか。その僕も動画で。うん。それも、やっぱり養成所通ってたからできるようになったんだなって。結構解放されるよ。自分の喉が解放されたというか、体の使い方とかね。それでも、すごい目覚めたので。まあ、無駄ではなかった。もしね、お金に余裕がある人は、お金に余裕とか親が許可してくれるんだったら、ちょっとその声優の養成所通ってみるのもいいと思います。うん。本当に大事な経験になるので。うん。結構残ります。そこで学んだこと。うん。滑舌とか。なんか10年後とか、そう、俺、今もその声優、養成所通ってた頃から10年以上経ってますけど、しっかり生きてるから、今でも。うん。さしすせそしすせそさすせそさしせそさしすそさしすせ。あ、ちょっと今見てたけど、こういうのやってたんですよ。ラリルレロリルレロラルレロラリレロラリルロラリルレ。みたいなね。うん。ちょっとね、能力落ちてるけど、でも、ちゃんと生きてる。大丈夫。こんな感じで、まあ、たまに声優っぽいこともやるすわしわすでございます。ではではでは、そんな感じ。今回の雑談はこんな感じです。では、バイバイ。またね。またね。バイバーイ。めちゃくちゃおちんこ出る人に。